はい、こちら現代本部。10月11日、品川プリンスホテルクラブ X。 その情報どこで？あんた誰だ？本日は私、宮城雄介のチャリティーパーティーにお集まりいただき誠にありがとうございます。たく、苦手なんだよこういうとこ。この服なんとかなんねえのかよ。息が詰まってしょうがねえ。文句が多いぞ。友人シラード、原子物理学の世界的権威です。先日彼の隠し口座に巨額の送金がありました。シラードが研究データを何者かに売却した前金であると思われます。現在の彼の研究テーマはアドリウムの兵器利用であり、このデータの拡散は世界秩序を著しく不安定化させるでしょう。その部屋だ。体制が整うまで待機しろ。了解。加藤、下がれ。おい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 、どうなってんだ。ここは日本だぞ。加藤さん、一旦下がってください。バカ野郎、あいつら一体何者なんだ。あらあら、せっかくのチャリティーオークションが台無しじゃないですか。森山、森山、森山。加藤春を知っているな。あいつは今内通を疑われて拘留されている。おそらくこのままだと起訴され、懲戒免職は免れないだろう。警察だ、開けろ。お待ちしておりました、神戸様。シラードの PC を渡してもらおう。神戸さん、あの PC には私の夢と希望が入っているんです。神戸さんにいくら細菌を積まれてもお渡しするわけにはいきません。実はお願いがあるんです。これにシラードの両手の指紋を押し付けてください。そのデータは即座にこちらに送られるようになっています。お前たちのために動くつもりはない。相棒の加藤さんが内通者として拘留されていますね。このままだと懲戒免職でしょ。無事データを送っていただけたら本当の内通者を教えて差し上げましょう。おい、なんだかややこしいことになってきやがったぞ。何がだ。
驚くなよ。警察学校で俺と同期だった森山は今は陸幕調査部別室に所属している。坂上というお前の元教官もだ。なんだよ、知ってたのかよ。俺の読みじゃその下にいる室井とかいうやつが内通者なんじゃないかと。おい、お前さっきから何やってるんだ。出ろ。お前なんで。今の俺にはお前が必要だ。珍しいじゃねえか、そんなことは。さっさとつけろ。これ神戸重丸の洋館に潜入した時のやつだよな。お前何を。加藤春が脱獄した。至急捕まえられてる。神戸、なるべく派手に暴れる。全部毎度毎度人のことを何だと思ってんだ。おい神戸さん、加藤さんが脱獄したと。加藤さん、あなた違うんだ。待ちなさい。